皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんは普段チョコレートを食べますか？今日はみんなが好きなチョコレートができるまでと働いてる人たちのお話をします。まずクイズを1問出題しますので、正解だと思う番号に手を挙げてください。チョコレートはカカオというものからできています。今から見せる写真でカカオはどれでしょうか？1だと思う人、2だと思う人、3だと思う人。正解は2番です。カカオの実はアフリカやペルーなどの南の国でこんな感じで実っています。ちなみに1はドリアンというフルーツです。3はアーモンドでした。これがカカオの花です。とっても小さい花です。実がなるためには受粉という作業が必要です。カカオの木は同じ木同士の花を受粉させても実にならないので、違う木同士で受粉させます。これを一つ一つ手で作業しています。カカオの実を割るとこのようになっています。中から全部取り出すとバラバラになります。それを木箱や麻袋などに入れて3日から5日発酵させます。発酵した後は天日干しで実を乾かします。これが乾燥したカカオ豆です。今日はカカオ豆を使ってチョコレートができるまでをお話しします。いろいろなチョコレートがあるけれど、添加物を使わないチョコレートはどうやってできるでしょうか？カカオ豆からカカオマスとココアバターになります。これに砂糖を混ぜるとチョコレートになります。それじゃあ詳しく絵で見てみましょう。まずはカカオ豆を焙煎して香りを引き出し、豆を砕いてカカオニブにします。このカカオニブをすりつぶしてカカオマスにします。砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバターなどを混ぜ合わせ、さらにきめ細かくします。ここでクイズです。この後練り上げという作業をしますが、一体何時間練るでしょうか？1時間だと思う人、12時間だと思う人、72時間だと思う人。答えは72時間です。乳化剤などの添加物を入れるチョコレートは12時間くらいで出来上がりますが、添加物を入れないと72時間、3日間もかかります。美味しいチョコレートにするために温度を調整します。はじめに45度にします。次に27度に冷やして、その後29度に上げます。この作業をテンパリングと言います。チョコレートを滑らかにする作業です。型に入れて冷やします。一晩置いて、チョコレートの出来上がり。一般的なチョコレートは、混ぜるのを早くするための乳化剤や、美味しい匂いをつけるための香料といった添加物が入っています。こういう添加物を使うと、時間をかけずに安くて美味しいチョコを作ることができます。一方、フェアトレードチョコレートには、このように添加物が入っていません。一般的なチョコレートは1枚100円くらいで買うことができますが、
フェアトレードチョコは1枚400円くらいします。どうしてこんなに値段が違うのでしょうか。ここからはカカオを作っている国のお話です。ねえみんな、ちょっと教えてほしいんだけど、みんなはチョコレートって食べ物知ってる？どんな味なのかな？どんな形してるのかな？僕は一度も食べたことないんだけど、僕たちは毎日高い木に登ってカカオの実を取ったり、それを割ったり運んだりして働いてるんだけど、そのカカオ豆からチョコレートってできてるんだってね。一度食べてみたいな。ほら、さっさと働け。働かないと給料はないぞ。重たいよ。朝からもう何回もカカオ豆の袋を運んで行ったり来たり、疲れちゃったな。毎日毎日大変だよ。お腹も空いたな。でも頑張らなくちゃね。うちには弟や妹、生まれたばかりの赤ちゃんもいるんだ。ちゃんと働いて家族みんながご飯を食べられるようにね。でもさ、お父さんもお兄ちゃんもお姉ちゃんも僕も一生懸命働いてるんだけど、カカオ豆を買ってくれる人はお給料を少ししかくれないんだ。うちにはお金が少ししかないから、病気になったり怪我をしたりしても病院にも行けないんだ。朝から夕方まで働いてるから学校にも行けないし、どこの世界の人もみんなこうなのかな。まだ子供なのに働かなくてはいけない、このような現実を皆さんは知っていましたか？貧しい村の子供たちは家族が生きていくためにカカオ畑で今日も働いています。カカオ畑の仕事は子供にとっては過酷です。この子供たちが当たり前に学校に行くことができて幸せに暮らせるようになるために、私たちができることはあるのでしょうか。それからしばらく経ったある日のことです。おやおや、なんだか嬉しそうな声が聞こえてきましたよ。みんな聞いて聞いて、僕ね、今日学校に行ってきたんだよ。ノートも鉛筆もお父さんとお母さんに買ってもらったんだ。学校では先生が僕の知らないこと何でも教えてくれるんだ。お友達もたくさんいるんだよ。学校に行ってきたって？もしかしてもう働かなくていいの？もうカカオ畑で働かなくていいんだよ。だってカカオ豆を買ってくれる人が、僕たち家族が何不自由なく暮らしていけるだけのお給料をお父さんに払ってくれるんだ。だから家族みんながご飯も食べられるし、僕も学校に通えるし、病気になったら病院に行くことだってできるんだ。大人が働いて子供が学校に行くのが当たり前のことなんだってね。こうやって僕が学校に通えるのも、フェアトレード。フェアトレードとは、途上国などで作られた商品をちゃんとした値段で買うことで、その国の人たちが幸せな暮らしができるようにする仕組みです。そう、フェアトレード。フェアトレードっていう仕組みのおかげだよ。僕も覚えたよ。みんながチョコレートを買うとき、遠い国の僕たちのこと少しだけ思い出してみてね。僕はもうあんなに大変な思いをして、カカオ畑で朝からずっと働きたくないよ。学校に行ってみんなと先生とたくさん勉強したいんだ。フェアトレードのチョコレートを買った人は
安心安全な美味しいチョコレートを食べられるし、そしてそのおかげで僕たちも働かないで学校にずっと通えればとっても嬉しいな。おしまい。皆さん、フェアトレードのマークを知っていますか？今日本ではこの2つのマークがあります。これを見つけてみてくださいね。